12番っていうのはもう一番上ですね。かけます。めっちゃ濃厚です。美味しい焼肉を世界に広めたい福ちゃんです。今日は長野県は飯田市の松尾にある桑原さんという焼肉屋に来ております。でこのお店地元の人にお勧めされたんで超期待しております。そのお店のいいところなんですけど、見ての通りこの歴史の感じる古民家、なんと歴史が300年ある建物を作り変えて焼肉屋を営んでいるそうです。でさらにフレンチ出身のシェフがいるというところなので、長野県のジビエ、フレンチ、焼肉、この3つが融合された新しい焼肉が楽しめるんじゃないかと思って期待しております。ということで早速行ってみたいと思います。これが桑原さんの昼ランチメニューです。カレーにアルビ豚、ビフステーキ、ひつまぶし丼、ラムステーキなど多種多様なメニューが揃ってます。で裏側がディナーのメニューになってますね。絶品こだわり九州の馬肉に、シビエに焼肉以外のアルカルト、めちゃくちゃメニュー豊富ですね。これこんな焼肉屋見たことないってぐらいにもうめちゃめちゃ綺麗ですね。この感じまるで京都に来たみたい。鉄板焼きの 250g お願いします。250、はい。黒毛和牛ってどこの産地とか？今日は鹿児島県産ですね。薩摩とかですか？そうですね。内容的に言うと、はい、九州王っていうね、別名がブランド名がついてます。はい、あるんですね。はい、焼き声の好みはレアで、レアでお願いします。はい、すごい。先にちょっとこちらのね、前菜の方を、はい、こちらですね。お題いただきましたお肉の方です。これがさっき言った九州王ですね。鹿児島県産黒毛和牛の、メス12番という番号、一番上ですね。最高ランクじゃないですか。はい、すごい。こちらから切らせてもらいます。これサーロインですか？そうですね、はい、なるほど、はい、すごい。サラダ、朝飯ちゃんと食べました。パンと卵2個と、あとなんだろうな、いろいろ食べました。ラム漬けじゃないですか。これが飯田市民の毎日ですか？泡の切れないうちに少し混ぜながら召し上がってくださいませ。あ、取りますか。そうね、そうしよう。味の玉手箱やった。味の玉手箱、懐かしい。うま。こう、タイ行こう。行きましょう。10月20、21、22っておっしゃってたんで。ピンポイントです。ピンポイントで指定されたんで、そこに20、21。あー、この辺だったらいける。しおれとかだったら飲めます。カルーアミルクとか飲めます。日本酒とかビールとか、あとワインと、あとウイスキーとかは全く飲めないです。ジュースっぽいやつしか飲めない。カシオレって合わないと思います。氷を入れて、さらにビールを入れるんで、もうめちゃめちゃその
薄い上に日本のビールとかコクとかそういうのがない上に氷を入れるので余計にその薄くなっちゃう。味的にはビール飲む文化普通にあるんですか、タイは。そうですね、タイとか中国も、中国だと冷たいビールとかタイだとシスとか、まあ、そういうことか。本当に水よりもビールが安いみたいな。安っ。はい、失礼いたします。スープです。トマトのスープになりますね。マルちゃん上にかかってますが、果実のソースですね。で、青トマトのスープです。季節によって違うんですかね。なんか夏っぽい感じしますよね。ありがとうございます。鉄板を開けてくださいね。はい、開けてくれたんだ。
これはすごいですね。これもうもはや焼肉じゃないですね。ステーキですね。脂がすごい。脂吸ってる。あ、そう行くんだよ。めっちゃうまいです。ということで桑原さん食べてきました。今回は焼肉ではなかったんですけれども、焼肉の町ということで一番有名なお店のステーキ食べてきました。ではこれからも焼肉地方創生の旅チューブで、まあ、この辺うろうろしたいと思ってるので、また後日アップしていきます。ではこれから高速バスで飯田駅から新宿に向かって4時間かけて帰っていきたいと思います。この動画を見ていいねと思ってくれた人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー。